どうも、ありがとうございます。今この動画を30分ぐらいの撮影だったんですけど、こいつをちょっと頑張ってきた後なんで喉が痛いっていうのと顔がテカってるんですけど、気にせずご視聴いただけたらと思います。で、本日9月1日になりまして、2点ほど皆さんにお伝えすることがあります。で、まず1点目がこれは、皆さん全員に関わることなんですけれども、8月中、まあ、夏休み期間約2週間ですね、自習室と歌った、YouTube の生放送で一緒に勉強しようライブっていうのをね、定期的にというか、まあ2週間で12回ぐらいかな、やらせていただいたんですけど、あれを9月からですね、ちょっとスケジュールの関係で何曜日の何時って決めることはできないんですが、毎週最低1回はやっていこうと思っております。あれをやってくださいっていうことを皆さんからすごいいただいたし、まあお役に立ててるのかなっていうのをね、皆さんからのコメントとかで感じていたので、ちょっと頑張ってみようかなと思います。で、早速ですが、今日9月1日の、本日夜10時22時からまたいつも通り45分間勉強するライブやりますので、ご都合合う方はぜひいらっしゃっていただけたらと思います。で、もう一点がですね、この後ろの動画に関わることなんですけど、本日から高校受験用、つまり中学校3年生用の受験対策動画を再開したいと思います。拍手なのかな、わからないですけど。で、改めて今回この動画撮ってる理由なんですが、まあ、ご存知の方もいると思います、受験対策動画自体を。ただ、この1年間でありがたいことにうちのチャンネル登録者もすごく増えてですね、その見ていていただけるようになった方がすごく増えたので、おそらく知らない方もだいぶ多いと思うんですね。で、せっかくちょっと取りだめてきて頑張って撮ってきたので、受験対策動画こう使ってもらわないのは嫌だなっていうところで、どういう動画なのか、そしてどういう使い方をしてほしいのかっていうのを説明させていただけたらなと思います。まあ、だから逆に、いや私知ってますと、使い方も心得てますという方は止めていいよ。で、まず高校受験対策がどんな問題かっていうところ、これちょっと後でいいかなんですけど、実際に高校入試で出された問題です。県立は公立入試、私立入試、あとは模試の問題もありますけど、だから実際に受験とかで出された問題だけを扱ってます。だから普段の自分の中学校3年生の数学ってあれば教科書レベルで取っているので、あれよりは難易度が高め、まあ、実践的な、レベルになっていると思ってください。で、さっきの紙ですね、これは、まあ、今日取った高校受験対策詩集ってやつなんですが、基本的に数学がメインです。自分のね、専門科目数学なので。で、関数とか、例えばまあ図形とか規則性みたいな、にカテゴリー分かれてます。再生リストも作ってあるので、まあ、自分の必要なものをやってほしいんですけど、この詩集っていうのは、もう死んでも守れと。つまり、どんな高校を目指してる子、偏差値がいくつであろうと、すべての子が受験本番で全問正解してくれっていう問題をピックアップして作ってます。まあ、よく言う過去問で言うところの大問1です。最初の部分、それをこう結構切り取って、ちょっとセレクトしてますけど、自分で切り取って使ってる問題、それが詩集です。今日で53本目を取らせてもらいました。で、ちょっとこれは話がずれるんですけど、もし今受験勉強何しよっかなって困ってる方は、ひとまずこの詩集やるといいです。これなんでかっていうと、詩集っていうのはだいたい1個の動画で10問やってます。で、これ53本目取ったんで、今日でも530問ぐらいストックがある状態なんですけど、やっぱり基礎的な問題、まあ、こんなんできるよっていう問題でも、スピード、例えば時間計ってやってほしいんですけど、時間計ってやることで、やっぱりこう実践的な力もつく、そのケアレスミスを減らす力とかもついていきますし、万が一例えばこの10問の中でも、あれこれ1問わかんねえってなったら、自分の抜けてるところも発見できますよね。そういった意味で、自分の中にある落とし穴を穴埋めすることもできる。あとは、数学自体がまだ苦手な方も、まずはこっからです。ここの詩集の問題がとにかく繰り返して繰り返して繰り返して自分で解けるようになっていったら、まあ受験本番平均は取れます。はい、それはもうなんか保証しますって思ってる。で、今まで使ってくれた方もみんなそう言ってくれてたから、もし受験勉強を悩まれてる方、まあ、ちょっと今こうどうしようかなって、もう一歩踏み出したいなみたいな方は、この詩集から見ていただけるといいのではないかなと思っております。という感じで駆け抜けて話してきましたが、ひとまずはぜひ1本でもいいんで使ってみてください。どんな参考書とかもそうですけど、肌に合う合わないはあると思います。自分にとっては本当に、みんなの力になると思って撮ってますし、自分がもし中学校の時だったら絶対使うって自分が思ってるんで、こうやって更新していきますけど、それでも絶対使えっていうものではないです。合わない方がね、合わないなって思いながら使うのは違うと思います。
でもなんだろう、食わず嫌いでなんかやったことないけどなんか合わなそうだなっていうのはやっぱ違うと思うので、ぜひ1本だけでも見てもらえたら嬉しいです。でもそれで使えそうだなと思ったら、自分がその使うもの、ただ全部のシリーズやんなきゃはねちょっときつい、本数多いんでね、関数苦手だから関数やろうかなみたいな、そういう感じでも構わないので、うまく自分にとって必要なところをピックアップして使ってみてください。で今日からですね、マイページ、とある男が授業をしてみたのチャンネルページのその一番上に、受験対策動画のシリーズを、再生リストを並べるようにしてありますので、ぜひそこから見てもらえたらと思います。はい、という感じで、じゃあ今シーズンもね、私も頑張って撮影していきますので、ぜひ受験勉強一緒に頑張っていきましょう。